ここへ来て、オーストラリアの決的な潜水艦建造の遅延が決定的となっています。今回、コリンズ級の近代化など話も出てきていますが、詳しく見ていきます。オーストラリアよりも計画が遅かった台湾は現在建造中です。やっぱりスピード感が違う。2021年6月11日、オーストラリアの現ダットン国防大臣が現在保有、運用中の6隻のコリンズ級潜水艦への大規模改修を施す意向を表明し、その総費用は約5100億円に達すると報じられた。このダットン国防大臣の発言は、オーストラリアがフランスのネーバルグループとの間で推進しているアタック級潜水艦計画の遅延が原因だが、一隻あたり約850億円相当とかなり高額だ。何しろ、この金額は日本の海上自衛隊の最新鋭の太平洋型一番艦の建造費が約800億円とされていることからすれば、いかに大規模な近代化改修工事とはいえ、その金額の大きさに驚きを禁じ得ない。コリンズ級潜水艦は、スウェーデンのコックムス社が同国海軍のウェステルイエトランド級をベースに大型化させた通常動力型潜水艦で、一番艦が1996年、最終の6番艦も2003年に就役している。コリンズ級潜水艦は水上排水量3051トン、水中排水量3353トン、長さ 77.8 メートル、全幅 7.8 メートルの船体に45名の乗組員で運用されているが、当初より静粛性や信頼性に乏しいと非難されてきた。このコリンズ級潜水艦の建造は、オーストラリアのアデレードで行われたが、潜水艦建造技術に乏しい同国が、国内建造を進めたことから前述の問題点が発生しているとの見方も多く見受けられる。このあたりの事情は、ドイツの209型や214型潜水艦をライセンス生産しながら、やはり数多くの静粛性や故障といったトラブルに見舞われている韓国の潜水艦事情に似通っているとも感じられる。それでも、オーストラリアのダットン国防大臣からこうした発言が飛び出した背景には、2016年に決定したにもかかわらず、フランスのネーバルグループとのアタック級潜水艦計画の遅れが深刻なためだ。2021年の現時点で、アタック級潜水艦計画の一番艦の納入は早くとも2035年頃と見られており、全12隻の建造完了までは今から30年以上先の2054年前後になるのではないかとの見通しとなっている。当初より懸念されてきたことではあるが、アタック級潜水艦計画はフランス本国でネーバルグループが建造を進めているシュフラン級をベースとし、原子力推進を通常動力に変更する仕様変更を伴う。その仕様変更の難易度の壁はさすがに高いようで、今の予定よりも建造・完成が遅延する事態となれば看過できず、オーストラリア国防省もこれに代わる代案を検討していることを認めている。ただし、具体的にその代案が
何であるのかまでは伏せられており、2016年の選考時にも候補になっていたドイツの216型やコリンズ級と同様に、スウェーデンのコックムス社の A26 型などの名が挙がっている。そうした代案が具体化するか否かは折しも、この2021年6月にイギリスにおいて開催されていた G7 サミットの後、フランスのマクロン大統領とオーストラリアのモリソン首相とのトップ会談の結果による見込みだ。よってこの両国のトップ会談が実施され、オーストラリアが容認できる範囲でアタック級潜水艦計画の進行の確約が得られなかった場合には、前述の代案が大きく報道される可能性もあるように思える。こうしたオーストラリアの状況を見て、かつてそう流型をベースとした潜水艦の提案を行ったとされている日本では、再び売り込みをかけるべきとする声と、関わるべきではないとの両方が見受けられる。個人的には、総流型にしろ、現在の最新の太平洋型にしろ、オーストラリアが自国内での建造を絶対の条件とする限りは困難ではないかと思える上、かつての安倍政権時代ほど熱心には見えない。自国内での建造以外にも、オーストラリアが対地攻撃用の巡航ミサイルの運用や特殊部隊を送り込む機能を潜水艦に求めているとも言われており、いずれも今の日本の潜水艦では満たせないと思える。そもそもオーストラリアが潜水艦に対地攻撃用巡航ミサイルの搭載を必須だとしているのは、かつて保有していた可変翼の戦闘爆撃機 F-111 を退役させたことに端を発しており、最近は別の案も聞こえてきた。それは現在アメリカが開発を進めている全翼のステルス爆撃機である B-21 を調達すればいいのではないかという案であり、作戦行動範囲が3000キロ以上に及ぶ動機は、長距離打撃力の確保に最適解とするものだ。ただし、この B-21 調達案は、オーストラリア側から見た一方的な希望的観測に過ぎず、アメリカ側がオーストラリアにこれを売却する承認を行うのか否か、根本的な部分で現実味は薄いだろう。個人的には、仮にこの B-21 調達案が具体性を帯びてきた場合、今のコリンズ級潜水艦に必要とされる5100億円やアタック級潜水艦計画の未だ最終額が判然としない中で、その金額も気になる部分ではある。